お世話になります。ひとりでございます。今回は夢特性のマリルリを捕まえていきたいと思います。今回紹介する場所はあくまでも一例なので他の場所でも出る可能性は十二分にあります。その点はあらかじめご理解のほどお願いいたします。まあ、私自身もまだ夢特性が出るか確認していないので検証しつつやっていきたいと思います。でどこで出るかと言いますとこの道場の前からですねまずちょっとまっすぐ行きます。そしたらすぐ左に曲がりますと草むらがねありましてその奥に巣がありますのでその巣ですね。ですのでこの草むらを越えてそれでなんかマリちゃんとかいますがそのこの手前のとこですね。でちょうどここからは小島とホエル王が見えるようなところですね。ここの部分の巣でございます。まあ、とりあえずまずは枯らしておきましょうか。でどうやらですね鎧のことでは紫の柱だと夢特性が固定みたいですね。どうやらこれは確定的情報ではないんですが私は今までいくつか夢特性を捕まえまして全部夢特性でしたし他の方もね固定だとおっしゃってる方もいましたので紫の柱を出してやった方がいいんじゃないかなと思います。でその紫の柱の出し方はまずレポートを書きましてはい書いていきますと。で書きましたら願いの塊を投げていきます。投げ込みますかではい押してレポートの記録しますかではい押した瞬間に本ボタンを押しましょう。それでこの状態から本ボタンを2回連続押してですね柱の色を確認していきます。今赤色出ましたのでそしたらここで終了するを押してですねリセットしていきます。これを紫の柱が出るまででねひたすら何回も繰り返してやっていきます。はい紫の柱出てきましたね。紫の柱出てきましたらまずは中身を確認していきます。こいつはめっちゃいいやつじゃん。これやりていいけどでも私の目的は違いますのでマリルリを出すためにみんなで挑戦をしてですね、例のやつやっていきます。この画面で、本ボタンを押して設定からですね本体を押して日付と時刻ですね、それで OK で戻っていってそれでやめるですね。これをやってですね中身を変えていきますと。でそれで水アークですのでやはり水タイプですのでマリルリ出そうですね。それでひたすらねこれを繰り返してマリルリ出るまでやっていきましょう。ちょっとしばらくやったんですけどマリルリ出ないっぽい気がしてきましたので多分赤の柱だけかな。紫の柱で出るとしても少なくとも確率は結構低そうなのでとりあえずここは置いといてここは水タイプの巣穴だと思うのでフェアリータイプの巣穴で探したいと思います。はいじゃあフェアリータイプの巣はですねこの道場の前からですねまっすぐ行って右に曲がりますと。でそれでしばらく行きますと清涼湿原というところがあると思いますがそこで直進ですね。直進すると池みたいのがあってひょうたん型の池ですね。でそこのこのくぼみ部分をこう通ってそうすると木というか、ものがありますのでそこの麓といいますか下にある部分ですね多分ここですので、まあ、とりあえず枯らしときましょうか。それでまた同様に紫の柱を出すことからねやっていきたいと思います。オッケー一発で来ましたね。はいじゃあこれでまた時渡りバグやっていきましょうか。これではいレッツゴー。おマリルリようやく出てきましたね。でもこれでも結構割と時間かかったのでもしかしたらさっきの柱でもちゃんと出るのかもしれないですね。結構確率低いのかもですもしかしたら。まあとりあえず出ましたら一回やめてですねそれで必ずレポートを書いておきましょう。もしレポート書かなかったらどうなるかと言いますと戦って負けたりしてリセットした場合に一番最初に願いの塊を入れた状態に戻ってしまいますのでもしレポート書いてたらすぐに再びマリルリと再戦できますのでレポート書いておくことをおすすめいたします。まあとりあえずでは行きましょうか。ヒートロトムで行こうかなと思います。いやいい見た目だね。うわめっちゃいい。すげえ動きすぎでしょ左右にいやしかも6個バリア6個はやばいでしょ。お装飾ですねやっぱり。ですからやはり紫の柱で出てきたら夢特性固定っぽい気がしますね。今まで一発でしか出たことないですやっぱり。オッケー余裕で倒せましたね。ダイブボールで行きましょう。はい余裕ですね。よかった捕まえれて。結構時間かかっちゃいましたけどね一応ゲットです。でアイテムは KK アーム XL とかの定番的なやつですね。鎧鉱石3つ。あ銀の王冠1個出てきましたね。これはまあラッキーじゃないですか。あとまあキノコ系がいっぱいあってまあ特に珍しいのはないっていう感じですかね。マリルリ水ウサギポケモン。1日のほとんどを水中で過ごす。
晴れた日には水面に浮かんで日向ぼっこをする。こいつ水中で過ごすっつってるけど、どうやって泳ぐんだろう。なんかあんま泳げなそうな感じですけどね。はい、ということでマリルイ見ていきましょう。あ、 4V ですね。まあこれはドン・マイケル・ジョーダンですね。はい、マリルイ59レベルでございますと。で、特性装飾ですね。これは夢特性ですね。で、草タイプの技を受けるとダメージを受けずに攻撃が上がるということで、これなかなか普通に強いと思いますね。夢特性の中でもいいんじゃないですか。で、バカ力じゃれつく捨て身タックルアクアテール。もうこの時点で結構強い技っすね、普通に。なかなかやりますね、本当に。で、生意気な性格でございます。はい、ということで今回は夢特性のマリルリをゲットさせていただきました。出現場所はどこかと言いますと、この清涼出現のひょうたん池みたいなところの木の下ですね、で出てきました。で、一応最初に紹介した道場の近くのところの巣でも出てくるっぽいですが、私は確認できませんでした。ですがここでは紫の柱でちゃんと夢特性一発で出てきましたので、ここは非常におすすめでございます。で、マリルリっていいポケモンなんですけど、今回撮影して思ったのは、マリルリって言いにくい。